シカゴ・ベアーズはアメリカ合衆国入りのュ衆シカゴに本拠地を置く NFL チーム NFC 北地区に所属している。ホームスタジアムはソルジャー・フィールド。本部と練習場はシカゴ都市圏内のレークフォレストに位置しハラスホールと呼ばれている。NFL は9度制覇しており、1985に第20回スーパーボールを制覇している。 NFL 創設時から存在するチームであり、勝利数、プロフットボール伝導入りメンバー数、永久欠番選出数はいずれも NFL32 チームで最も多い。1920年9月17日に、イリノイ州、リケーターでリケーターステイリーズとして創設し、誕生したばかりの NFL に加入した。NFL オリジナルチームで現存するのは、 ベアーズとアリゾナカージナルスの2チームのみである。1921年にシカゴに移転し、シカゴステイリーズ、1922年に現在まで続くシカゴベアーズへと改名した。1970年シーズンまではシカゴ市内北部のリグレイフィールドをホームとしていたが、現在はミシガン湖に隣接する南部エリアにあるソルジャーフィールドをホームとしている。 グリーンウェイパッカーズとは同じ NFC 北地区にあり、チームの NFL 加入も1年しか違わないため、長年にわたりライバル関係にある。伝統的にディフェンストランゴフェンスによるボールコントロールを主体とした戦術を採用している。本拠地のソルジャーフィールドは現当期は、ミシガン湖の上を吹き寄せる風によって大雪が降ったり、1988年のプレーオフ。 フィラデルフィア・イーグルス戦のようにノームの中で行われた試合もある。シカゴを地盤とする第44代アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマは自らがベアーズファンであることを公言している。チーム創設者ジョージ・ハラスと NFL コミッショナーピート・ロゼール。ベアーズはもともとイリノイ州ディケーターに本社を置く食品デンプン製造企業の AE ステイリー社が 会社のチームとして、リケーター・ステリーズという名称で設立したチームだった。1920年、ステリー社は、ジョージハラスとダッチ・スターナマンをチームを運営するために雇用した。ベアーズと NFL の公式記録上では、ハラスが創設者とされている。翌1921年、ステリー社はチームをハラスと、スターナマンに引き継ぎ、本拠地は、シカゴへ、チーム名は、 シカゴ・スタリーズへと変更した。ハラスとスターナマンがステリー社と交わした契約により、ハラスはステリー社からチームのの権利を100ドルで購入している。1922年、ハラスはチーム名をシカゴ・ベアーズへと変更した。また、ホームスタジアムを MLB のシカゴ・カブスが使用されているリグレイ・フィールドに移転した。チーム名は MLB のシカゴカブスのカブスと対比し、フットボール選手は野球選手より大きいという理由で、ベアーズの名が採用された。また、チームカラーは、ハラスの母校である、イリノイ大学の鮮やかなオレンジとブルーを若干濃くした色を採用した。ベアーズは、NFL 創設初期には、圧倒的な強さを誇った。ベアーズとグリーンベイパッカーズとのライバル関係は、 アメリカのプロスポーツ界で最も古く、1921年まで遡る。この年、ハラスはパッカーズが特定の選手と契約するのを阻止するためにリーグから除名させ、ベアーズがその選手との契約を成立させた後にリーグに再加入させたという事件があった。1924年のチーム写真1921年には NFL チャンピオンシップを獲得して、以降、 10年間その強さを維持した。1924年12月7日、ベアーズはクリーブランドブルドッグスを破って優勝を果たし、この年のチーム写真にワールドチャンピオンという称号が付けられた。しかし、NFL では11月30日以降の試合はリーグ戦の順位に含まれないことを事前に示しており、実際はクリーブランドに次ぐ2位であった。1925年、 ウェアーズは、イリノイ大学4年生 HB のレッド・グレンジを、グランジが大学を卒業する1日前に契約したことから、NFL は、大学生が卒業するまで選手と契約できないというルールを長年制定していた。この頃、チームは強かったものの、チーム内部では運営費の増加と、観客動員数の減少という問題を抱えていた。 カレッジフットボールのシカゴ大学の試合では1試合に4万人から5万人の観客が集まるのに対し、ベアーズは1試合に5000人から6000人の観客しか集まらなかった。そのため、ベアーズとしては、カレッジフットボールのトップ選手であるレッド・グレンジを選手として起用することで、より多くのファンを獲得したい、という思惑があった。グレンジは代理人の CC パイルを開始、 ベアーズと一試合に1000ドルの契約を結んだ。最初の試合では、サイドラインに留まったものの、ベアーズの q b ジョイスターナマンから、チームのプレイを学び、その後の試合では、7万5000人の観客を集め、西海岸のカレッジオールスターチームとして結成された、ロサンゼルスタイガース相手に17対7で勝利した。1926年、レッド・グレンジーは、 ベアーズとの契約交渉がうまくいかず、パイルが創設したニューヨークヤンキースに移籍した。また、ジョイスターナマンは自身がオーナーを務めるシカゴブルズへ移籍した。その後、ベアーズはパディドリスコルと契約した。シーズン後、AFL はわずか1シーズンで解散してしまったため、グレンジとジョイスターナマンはベアーズに復帰することになった。チームは財政的損失を追い続けており、 1932年シーズン限りで、ハラスと共にチームを支えたダッチスターナマンは退団した。12月18日、この年に導入され、非公式の NFL チャンピオンシップゲームとなった試合で、ベアーズがポーツマス・スパルタンズ相手にシカゴ・スタジアムで行われた初の屋内、アメリカンフットボールの試合に勝利した。1932年のプレイオフゲームの成功により、 NFL はチャンピオンシップゲームを導入することになった。1933年の初の NFL チャンピオンシップゲームでは、ベアーズはニューヨークジャイアンツと対戦し、23から21で勝利した。1940年から1947年にかけて QB のシドラックマンを要して5回の NFL チャンピオンシップゲームに出場し4回の優勝を果たした。 この頃のベアーズはモンスター・オブ・ザ・ミッドウェイと呼ばれた。1940年12月8日に開催された1940年 NFL チャンピオンシップゲームではワシントン・レッド・スキンズ相手に NFL 史上最も点差の開いた試合となる73から0での勝利を果たした。1950年代はチームはどん底の時期を過ごしたが、1963年に再び チャンピオンシップゲームを制した。しかし、その後スーパーボール優勝まで20年以上遠ざかることになった。1960年代終わりには、ディック・バトカスやゲール・セイヤーズ、ブライアン・ピッコロらを擁した。1971年には、ABC のテレビ映画、ブライアンズ・ソングが作られ、ピッコロを、ジェームズ・カーン、セイヤーズを、ビリー・ディ・ウィリアムズが演じた。 ハラスを演じたジャック・オーデンはエミー賞を受賞した。ハラスは1967年にヘッドコーチを退任し、その後オーナーとなっていたが1970年の NFL による AFL の九州合併が行われた後、結成された NFC の代表に選ばれ、1983年に亡くなるまで務めた。現在では、 NFC チャンピオンシップゲームに勝利したチームに渡されるジョージ・ハラスメモリアルカップにハラスの名が残されている。1969年及び1970年は畜細会に終わった。1975年のドラフト一巡目でジャクソン州立大学からウォルター・ペイトンを獲得した。ペイトンは1977年に シーズン MVP を獲得する活躍を見せて1984年にはジム・ブラウンが持っていた通算ラッシング獲得ヤード記録を塗り替えて1987年に引退した。この記録は2002年にエミット・スミスに破られるまで保持された。ペイトンはベアーズファンによってスウィートネスと呼ばれ愛された。1999年に彼はガンのため亡くなった。 13年間チームで活躍した RB、ウォルター・ペイトン1961年から1966年に、ベアーズのタイトエンドとして活躍したマイク・ディ・トカが1982年にヘッドコーチに就任した。彼の下でディフェンスコーディネーターだったバディライアンの考案した46ディフェンスやペイトンの活躍でチームは1985年のシーズンはマンデーナイトフットボールで、 マイアミドルフィンズに一敗した以外、負けなしの15勝一敗でシーズンを終え、NFC のプレーオフでは、ニューヨークジャイアンツ、ロサンゼルスラムズを無得点に抑え、スーパーボールまで勝ち上がった。第20回スーパーボールでは、ニューイングランドペートリオッツを46から10で破り、スーパーボール初制覇を果たした。この試合では3サックをマークした、リチャード・デントが、 MVP に選ばれている。また、レギュラーシーズンの対グリーンウェイパッカーズ戦で、ワイドレシーバーとしても起用され t d パスを補給した、ウィリアム・ペリーが、ショートヤードを残したところで、フルバックとして起用され、タッチダウンを獲得している。選手とコーチの両方で、ベアーズの優勝に貢献したマイク・ディとかスーパーボールを、制覇した後も、地区優勝を続けるなど、NFC の強豪として、 活躍を見せたベアーズだが、ウェストコーストオフェンスを用いたサンフランシスコ、49アーズにプレーオフで敗れるシーズンが、相次ぎ、現在46ディフェンスは使われなくなっている。1992年シーズン終了後、リトカがヘッドコーチを解任された後、ダラスカウボーイズのジミー・ジョンソンヘッドコーチの下で、 ディフェンスコーディネーターを務めたデイブ・ォンステッドが1993年から1998年までヘッドコーチを務めたがプレーオフには一度しか出場を果たせなかった。1999年からヘッドコーチとなったディック・ジャーロンは2001年に地区優勝を果たしコーチ・オブ・ザ・イヤーに選ばれたが2003年までの後シーズンでチームがプレーオフに出場したのは その一度きりであった。2002年シーズンのみ、本拠地、ソルジャーフィールドの改修工事に伴い、イリノイ州シャンペーンの、イリノイ大学アーバナシャンペーン校内にある、メモリアルスタジアムを使用した。2004年、ラビー・スミスが、新ヘッドコーチに就任した。2005年に11勝5敗の成績を上げて、チームを地区優勝を果たした。ディビジョナルプレイオフで、 カロライナ・パンサーズに21から29で敗れシーズンを終えた。2006年、チームは開幕から7連勝し、第9週にマイアミドルフィンズに敗れて、連勝は止まったものの、第13週に地区優勝を決定13勝3敗で NFC 第1シードを獲得した。ディビジョナルプレイオフでシアトルシーホークスを オーバータイムの末、27から24で破り1988年以来となる NFC チャンピオンシップゲームに進出した。NFC チャンピオンシップゲームでは、トーマス・ジョーンズや守備陣の活躍でニューオーリンズ・セインツを39から14で破り、21年ぶりのスーパーボール出場を果たした。ラビー・スミス相手、チーム、インディアナポリス・コルツのトニー・ダンジーと共に、 スーパーボウルに出場した初のアフリカ系アメリカ人、ヘッドコーチとなった。第41回スーパーボウルでは、デビン・ヘスターのキックオフリターンタッチダウンで、開始14秒で、ベアーズが先制、第1球にさらに、レックス・グロスマンからムーシン・モハメドへのタッチダウンパスも、決まり14から6とリードした。q b のグロスマンは28本中20本のパスを、 成功させたが2インターセプトを喫し、5点差だった第4級はじめに、グロスマンのパスをインターセプトしたケルビン・ヘイデンに56ヤードのリターンタッチダウンを決められ、最終的に17から29で敗れた。2007年3月5日、トーマス・ジョーンズをドラフト二巡指名権と引き換えにニューヨーク・ジェッツにトレードした。 この年チームは7勝9敗に終わり、プレーオフを逃した。2008年、9勝7敗で、プレーオフを逃した。シーズン終了後、契約最終年のグロスマンと延長契約を結ばず、放出した。2009年、デンバーブロンコスのプロボール QBJ カトラーを、QB カイル、オートンやドラフト指名権と引き換えに獲得。 サラリーキャップのためセントルイスラムズから放出されたオフェンスラインのオーランドペースを獲得した。2010年カロライナパンサーズからジュリアスペッパーズをミネソタバイキングスからチェスター・テイラーを獲得した。10月24日のワシントン・レッドスキンズ戦ではディアンジェル・ホールに4インターセプトを喫し14から17で敗れた。NFC 北優勝を果たしディビジョナルプレオフで シアトルシーホークスを破り、NFC チャンピオンシップゲームまで進出し、グリーンベイパッカーズと対戦したが、第3球にジェイ、J. カトラーが、負傷退場、その後、トッドコリンズ、ケーレブヘイニーがリリーフしたが敗れた。2011年、開幕から連勝を続ける、グリーンベイパッカーズからは話されたものの、マット・フォーテイーガラントレシーブの合計獲得ヤード数で、 NFL トップの活躍などで5連勝し7勝3敗と、プレーオフ出場を争っていたが、第11週に J、J. カトラーが、右手親指を骨折して、戦線離脱、法廷も、第13週に負傷し戦線を離脱した。控え QB のヘイニーが先発 QB となってから4、連敗、ジョシュ・マカウンが先発 QB として、最後の2試合に先発出場し、 最終週のミネソタバイキングス戦に勝利し、連敗を5で止めて8勝8敗でシーズンを終えた。シーズン終了後、パス変調で、カトラーとの確執も噂されていたマーク、マーツオフェンスコーディネーターが対談した。またジェリー・アンジェロ・ジーエムも解任された。2012年、第9週までの9試合で8勝1敗の成績を上げたが、その後3連敗するなど、 残り7試合で2勝5敗、10勝6敗となり、タイブレークでプレーオフ出場を逃した。シーズン終了後、ラビー・スミスヘッドコーチは解任された。公認ヘッドコーチには、CFL のモントリオール・アルエッツヘッドコーチとして後シーズンで2度優勝しているマーク・トレストマンが就任することとなった。2013年シーズンは最終節まで地区優勝を争ったが、 最終戦のパッカーズ戦で残り38秒にタッチダウンで逆転され敗戦。プレーオフ進出も果たせなかった。2014年シーズンはカトラーと2020年まで契約を延長して臨んだ。ものの10月に3連敗、終盤に5連敗を喫し祝祭会となった。カトラーの調子も安定せず、一時は控えに降格した。シーズン終了後、 トレストマンヘッドコーチが解雇され、後任には元カロライナパンサーズのヘッドコーチで2014年シーズンまでデンバーブロンコスヘッドコーチを務めていたジョン・フォックスが迎えられた。カトラーは2016年シーズン後に引退し、チームはフォックスの下で2015年、2016年、2017年と3年続けて畜細会に沈み、2017年シーズン後にフォックスは 解任された。後任は、カンサスシティチーフスオークルのマットナギーとなった。2018年シーズンは、前年のドラフト全体2位で指名したミッチェル、トゥルビスキーをエーー q b とし、4年ぶりに地区再開を脱し,し、8年ぶりに地区優勝とプレーオフ出場を遂げたが、プレーオフ初戦で敗退した。2019年は、プレーオフを逃した。2020年は、 新型コロナウイルス感染症の流行により、全試合を無観客で開催した。ドラフト指名権とのトレードで、ジャクソンビル・ジャガーズから q b ニック・フォールズを獲得した。8勝8敗の成績ながらも、ワイルドカードで、プレーオフに進出したが初戦で、ニューオーリンズ・セインツに敗れた。2021年、全ダラスカウ・ボーイズの q b アンディ・ダルトンと契約、トゥルビスキーはバッファロー・ビルズに移籍。 この年のドラフト一巡目で、QB ジャスティン・フィールズを指名した。ステリーダ・ベアー・ベアーズの強力なディフェンス陣はしばしば、モンスター・オブ・ザ・ミッドウェイと呼ばれていた。最初は1940年と1941年の圧倒的な強さのことを指していたが、第20回スーパーボールで優勝した1985年にも同様の故障をされ、以来ベアーズのディフェンス陣、 特にラインバッカーを指すニックネームとなった。もともとは、エーモス・ワロンゾ・スタック率いるシカゴ大学フットボールチームのニックネームであり、同大学キャンパスに隣接するミッドウェイ・プレイ・サンズという通り名から名付けられた。そのため、シカゴ・ミッドウェイ国際空港とは関係がない。ベアーズのラインバッカーとして活躍した選手には、ビル・ジョージ、リック・バトカス、マイク・シングレタリー、 ブライアン・アー・ラッカーなどがいる。チームの公式マスコットは、クマのステイリーダウェアーである。名前は、もともとのベアーズ創設者である、農工業製品メーカーの AE ステイリー社から名付けられた。2003年に登場し、以来試合のみならず、チャリティーイベント、パーティー、シカゴラッシュの試合などに参加している。現在、ベアーズには、チアリーダーは存在しないが、 1970年代後半から1985年までシカゴハニーベアーズが活動していた。第20回スーパーボールで優勝した後、解散となった。1度対戦2度対戦ベアーズは、毎シーズン、ルーキー選手1名、ベテラン選手1名にブライアン・ピッコロ賞という賞を授与している。これは、1970年に26歳で、ハイサイボーガンのため亡くなった。 ブライアン・ピッコロの勇気、忠誠心、チームワーク、献身、ユーモアのセンスに敬意を表したものである。1970年に始まり、以降受賞式は、毎年、本部のハラスホールで開催される。残りの8回は、スーパーボール開催前の優勝初期の NFL チームでは、典型的なスタートであったハラスは1983年に、亡くなるまでベアーズのオーナーを務め、 NFL 記録となる40シーズンにわたって、コーチを務めた。ありがとうございます。